北口駅舎拝島駅は東京都秋島市と福佐市にまたがる東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道、西武鉄道の駅である。所在地は JR 東日本が秋島市松原町4丁目、西武鉄道が秋島市三堀町5丁目である。JR 東日本の各線と西武鉄道の拝島線の2車4路線が乗り入れている。 JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、大梅線、五日市線、八甲線の3路線であり、このうち大梅線を所属線としている。五日市線は当駅が起点で、一部列車は大梅線立川駅方面へ乗り入れている。大梅線、五日市線は駅番号として JC55 が与えられている。また西部灰島線は当駅が終点であり、 駅番号として SS36 が付与されている。なお、JR 貨物は、大目線の当駅から立川方のみ、第二種鉄道事業免許を有している。ホーム北西の国道16号武蔵野橋より望む、現行の5代目となる駅舎は、秋島市と福佐市の境界上に位置し、各ホームも両市にまたがって所在する。なお、 旧駅舎時代の駅舎所在地は、秋島市のみとなっていた。南口が秋島市、北口が福佐市に面しており、コンコースに設置されているステンドグラスの絵柄は、南口側が秋島クジラ、北口側が福佐七夕である。ただし、北口立川方で入り口は、秋島市に所在する。駅舎は自由通路を備える、京上駅舎で JR 東日本。 西部の改札口がある。ホーム番号は南側から順に付与されており、西部ホームは JR の連番で設定している。単式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線、計3面5線のホームを有する地上駅である。改札外に緑の窓口と指定席券売機、ホーム上に待合室が設置されている。2015年3月には、 八甲線の上りホームに、昇降ー式、ホームドアを、試行導入している。当駅は、秋島駅ともども、灰島大師の最寄り駅であり、当駅2.3番線ホームの立川方には、灰島大師下車駅と記された柱が立っている。かつては、柱の上に、名物のだるまが乗っていた、乗り場島式ホーム一面二線を有する地上駅である。 西武鉄道の新案内サインを最初に導入した。乗り場北口側のステンドグラス南口側のステンドグラス南北自由通路あたり駅では2005年度からホームの混雑対策及び地域住民の南北通行の対策として JR 東日本、西武鉄道、秋島市、福生市により協場駅車化事業に着手した。 2007年8月24日に一部が完成し、これに伴い JR 東日本と西部の改札が分離され、コンコースと各ホームを連絡するエスカレーターとエレベーターが新設された。当初は2008年3月に完成する計画だった。しかし、南口の用地買収が遅れ、階段の設置工事、さらに南口で入り口へのエレベーター設置工事も遅れたため延期となり、 二年遅れの2010年3月に全面完成した。北口側階段は2007年8月24日から共用を開始し、エスカレーターとエレベーターは2008年3月にそれぞれ共用を開始した。南口では2008年下記にエレベーターと東側の階段の共用開始並びに西側に仮設階段を設置した。エスカレーターと西側の階段は2010年3月に 供用を開始した。それぞれの階段下には新たに公衆トイレも設置されている。2008年3月15日の首都圏 IC カード総合利用サービスのシステム改修完成までは JR 東日本西部の改札口のほか自由通路の一部を改札内として JR 西部連絡通路を設置していた。その後、両社の自動改札機を増設した。 事業の一環として、4.5番線ホームは2005年12月3日深夜から12月4日、早朝にかけて5番線を西武線寄りに移す形で拡幅された。京城駅舎化事業着手前は、南側に JR 東日本、北側に西武、それぞれの駅舎があり、連絡通路で結ばれていた。両社間に連絡改札はなく、相互に乗り換えが可能だった一方、 連絡通路を利用して、当駅の南北を行き来するには、JR の入場券を購入する必要があった。なお、東京駅や高尾駅などとは異なり、定期入場券は発売されていなかった。JR のホームには1から5番線のみを連絡する、地下連絡通路も併設されていたが、京城駅車課事業に伴い2007年5月19日に閉鎖され、 その西側に、共同連絡通路が新設された。このほか1.2番線ホームに、武蔵五日市方面列車の発車番線を表示する、電光掲示板が設置されていたほか、別に、五日市線と八甲線の発車表もそれぞれ、設置されていた。自動券売機、自動改札機、自動生産機は、南側に、JR 東日本、北側に、 西部それぞれの仕様のものが設置されていた。両改札口では、スイカアイコカパスもパスネットに対応していたものの、自動券売機と自動生産機では、南側はパスネット、北側はアイコカと、オレンジカードにそれぞれ対応していなかった。JR 一番線の立川方に、立ち食いそば、うどん店、あずみが、西部側に向かう、連絡通路の北端には同じく、 立ち食いそばうどん店、さやまそばとたい焼き屋があったが、前述の事業に伴い閉店した。JR の改札内コンコースには、駅中商業施設のデラハイジマが2007年8月24日に開業した。入居テナントは以下の通り。なお、京城駅舎課前にあった店舗は、ほとんどが閉店した。常設店舗ではないが、 JR 東日本八王子支社が5月から12月の第3土曜日、改札内コンコースで多摩地区の農家が野菜などを直売する灰島駅マルシェを開催している。西武鉄道側も2007年8月24日、改札外に3店舗が開業した。現在営業している店舗は以下の4店。かつては、ジューサーバー、塩大福の豊し庵。 イタリアントマトカフェジュニアが営業していた。改札外の駅構内自由通路の南口側には、ビューアルテとリソナ銀行の ATM が設置されている。構内秋島方の横田基地選手店から郊外に出る、米軍燃料用タンク車立ち入り禁止を示す、生札基地入り口のフェンスあたり駅は、JR 貨物の貨物駅でもあり、専用線発着の車扱い貨物を取り扱っている。 西部廃島線ホームから北口広場を挟んだ反対側には JR 貨物が管理する横田基地線が玉川上水と五日市街道を橋梁と踏切で横断して基地入り口のフェンスまで約500メートルさらにその先基地内まで続いている1970年頃までは物資輸送用に使用されていたため第5ゲート前まで伸びていたがその後は 燃料輸送のみとなり、半分ほど撤去された。鶴見線安前駅に専用線が接続する鶴見貯油施設より週に数回燃料輸送のための貨物列車が南部線、大目線経由で運行されている。立川方から電気機関車により牽引されてきた貨車は、あらかじめ当駅に改装され待機していたディーゼル機関車に交換され、 校内秋島方の横田基地選手店に引き上げられた後、八甲線と一部線路を重複し、西部廃島線と平面交差して横田基地に向かう。なお、途中の各踏切には、警告在日米軍基地、立ち入り禁止区域基地司令官の許可なくこの区域に立ち入ることは法律違反である。不法な立ち入りは日本国法律によってはせられる。 の政策が英語、日本語により記載されており、郊外の線路は横田基地の一部である。平成28年12月現在の主な牽引機関車は以下の通り。近年の1日平均乗降人員数は過表の通り。各年度の1日平均乗車人員推移は過表の通り。JR 貨物の2008年度車扱い貨物の取扱い量は 発送7200トン、到着が61417トンである。コンテナ貨物の取り扱いはない。各年度の年間発着トン数は、下表の通り。南口側はかつて商店街だったが、駅舎の新築、地下駐輪場、国道16号に接続する道路整備等の大規模な工事が行われ、多くの店舗が閉鎖した。 北口側は住宅地と在日米軍横田基地があり、国道16号周辺の整備がここでも行われている。武蔵野橋もその一つである。南口北口南口北口かつては、灰島駅バス停は南口から東へ少し離れたところにあったが、駅前再開発により2016年3月に南口駅前広場が整備完了。 同年3月26日より、南口バスロータリーの使用を開始し、バス停留場の位置を変更した。またこれに伴い、同年4月1日より、A バス西ルートが、灰島駅へ乗り入れ開始、南口ロータリー内に、灰島駅停留場を新設した。日本一長い踏切から留置中の E351、k を取る左側に見えるのは、 西部拝島ハイツ駅の東側には広大な、留置線が広がっている。かつては百三系や e 二百五十七系など、疎開留置や乗務員訓練などのために、各種車両が入線していた。上機留置線の付近にあった大目線の倉庫前、踏切、八甲線の八甲倉送踏切、および西部拝島線の西部立川七号踏切の三つの、踏切は、大目線と、 八甲線、西部廃島線に遮断が分かれていたものの、合わせると長さが130メートルあり、日本一長い踏切だった。その長さから危険性も指摘されており、駅舎の橋上化で新設された自由通路に自転車を4台、搭載可能なエレベーターが2009年5月20日に完成し、自転車をして自由通路を往来できるようになった。これを理由に、 倉庫前踏切及び、八高倉送り、西武立川七号踏切は、同月31日の最終列車通過後をもって廃止された。しかし、一部の住民からは反対の声も上がっていた。その後、倉庫前踏切は、灰島港内踏切と名称を変更しかどうし、関係者以外通行ができない。注釈出店報道発表資料新聞記事。 ありがとうございます。